day, wonderful day. Zippa-dee-doo-dah, zippa-dee-yay. My oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine heading my way. Zippa-dee-doo-dah, zippa-dee-yay. Mr. Brewer's on my shoulder. It's a truth, it's actual. Everything is satisfaction. Zippa-dee-doo-dah, zippa-dee-yay. Wonderful feeling, wonderful day. どうもこんばんは、松川豊の弾いて歌って笑って泣いて、今日が5回目になります。今日はディズニーに思いを託してだったっけ、捧げてでしたっけ、そんなタイトルをつけてみました。ディズニーソングばっかりを集めて歌ってみようと思います。今のは南部の歌というね、やっぱりこう合成の黒人のおじさんと、それから、動物たちがね一緒に歌ったり踊ったりする歌でしたけれども、次もそうなんです。人物とアニメが合体して物語がこう進んでいく、それでは今日のゲスト、荒川久美恵さんをお招きして、チムチムチェリー。昔の物語、風が運んだお話、今夜あなたにも訪れる、いつか見た夢の続きが、父親と母親と子供たち、平和に見える家族にも、何か足りないものがある。一体それは何なのか。チムチムにチムチムチェリーチムチェル、私はしがない煙突掃除、毎日暗い穴の中、煙と灰を友として一日働き続けてる。チンチムニーチンチムニーチンチンチェリー、みんなは辛いと思っても、チンチムニーチンチムニーチンチンチェル、この仕事が大好きよ。広い世界の始まりさ、チンチムニーチンチムニーチンチンチェル、大事な忘れ物がある。優しく見守ってくれるわ、ロンドンの空がきっと。チンチムニーチンチムチェリーチンチェル。いや、懐かしいですね。これどうぞおかけになって、はい、何年前でしたっけ、舞台でやりましたよね。そうなんです、2年前の10月ぐらいに、メリーポッピンズ特集、ね、特集でね、はい、しかもその映画にない
ミュージカル版のやつをね。そうですね、選んで、ロンドンで上演された、そうバージョンではいやったんですよね、はい、あ、私ご挨拶が、そうだ皆さんこんばんは、荒川久美恵です。荒川久美恵さんです。もうなんかね、うん、レギュラー化してきて、そう、乗っ取りをね、乗っ取り犯あの企んで、今日もゲストっていただいて、そうまだ いつの間にかねススススッと入り込んできて、いつの間にかセンターにいらっしゃるという、ね、うん、でね、あの今日のね、あの、うん、ディズニー思いを寄せてね、あ、寄せてたこう忘れてた、ね、自分で書いたのに、うん、そうそうそうととあのそこで突っ込んでた、寄せてや寄せてや。でもね、そうそう、プログラムも可愛らしいのを作ったんですよね。そうそう、素晴らしい。あ、ないのかな、ね、見た、うん、これケーキスイーツが全部ねディズニーになってる、うん、でもみんなは見れない、みんなは見れない。そうか、あのカメラの前にこうやってさ掲げ持てば見える、ね、あれ松川さんがこうパソコンで、そうなんですよ、見つけてきたんですよ。素敵素敵、ね、これ久美恵さんが訳されたんですよね。そうなんです、あのメリーポピンズはあまり日本で上演されてなくてですね、うんうん、どうしようと思って、でもメリーポピンズ大好きなので、うん、やりたくてやりたくて、じゃあもう訳しちゃえと思って、あの全部ね、全部自分で、まあところどころね、あの有名な曲は、うん、あの和訳されてるものとかもあるので、うん、ちょっといただいたりとかしながら、うん、ほとんどでも自分で訳して、そうだったんですよ、はい、今のチムチムチェリーも彼女が ね訳してくれまして、うん、最初おどろおどろしく出てくるということで ね、ロンドンのこう、こう黒い雲がこう、雲がこう霧がかかってね、そうそれで夜景で天井の屋根の上から見えるのかな、うんうん、ね、そういう風景のイメージでしたね。いつかね全曲やりたいですよ。そうですね、やりたいですね、うん、その時いいバートの衣装が今日着てるこの衣装でございますね。ねえ、バートのね衣装の、久美恵さんは今日は、あ、今日は全然、あ、ちょっとメリポピンズだから黒かな、黒なでも全然なんかフルーツの感じで、フルーツ、そうですね、フルーツがいっぱい書いてあって、そう、はい、なかなか可愛らしい、ありがとうございます、いつものようにありがとうございます。それでは、続けて今日はねディズニーを、うん、全部ディズニーで、そうなんですよ、そう旅行に行かれたんですよね。そうなんです、先週九州の方に旅行してきて、うん、で、まあ、いろんなあの歴史ある建物とか、まあ、お城とか、あとは、まあ、阿蘇山とかも、うん、行ったんですけど、ええ、阿蘇、あの黒川温泉ってほら今有名じゃないですか、みんな行きたい、ね、うん、温泉の中にね、あのかなり上位の方に入ってますけど、 そこに黒川温泉に泊まったんですね、うん、で、まあ、黒川温泉がこういっぱいホテルがや旅館があるとこと同じ黒川温泉なんですけど、うん、ちょっと高台のところに泊まって標高1000メーター近いホテルに泊まったんですけど、あのなんか日本でその星が見えるホテル、うん、ナンバー、6か5か あるんですって。でそのホテルがなんと、その私は知らなかったんですけど、そのホテルだったんですよ。それでどうかなって思ったら、うん、なんと天の川まで見えて、見えちゃいましたか、うん、そしてまだね、あの織姫彦星も見えるの、見えるの、見えるの、へえ、冬の大三角形とか見えたりして、なんか天の川が見えたりすると結婚できないとか、うんうん、あ、それ当たってる、マシューコが晴れてるとさ、マシューコもめっちゃ晴れてた、晴れてた、そういう、そなんだか嬉しいだか悲しいだか星が見えても最高にいい気分だったという。あ、なんか悲しい、帰るもん。いやいや、帰んないで帰んないで。なんか吹き抜けかなんかになってんの？天井。吹き抜け、あ、違う違う、お外で。あ、外で見るんだ。あのホテルが、うん、あのやっぱ星が とても綺麗に見えるホテルなので、うん、なんか星空観測ツアーみたいな無料でやってくださって。あ、そうなの。でそこにあのまず冬の秋から冬にかけての星座を学ぶんですよ、あのスクリーンで。それからお外に、ね、そうお外にみんなで行って、うん、はーって見上げて、寄り添う人はよりあとみんな観光客みんなで寄り添って、みんなで寄り添う寒いもんね、なんかどうしてもそこに持って行きたい、ね、いやそんなことはないんだけど、あの、まあね、だから星がね本当に印象的で、うん、まあ、ディズニーもね星のね歌いっぱいありますけれどもね、はい、お得意なやつは置いといて、置いといて、うん、今日はこの曲なんかどうでしょうか。そうですね、うん、はい、では名前言わなくていいですか、うん、言ってください。ピーターパンから右から2番目の星、
番目に輝く星、あなたの願いを叶える星、右から2番目の小さな星、夢のネバランドへ導くでしょう。 Twinkle Twinkle Little Star、 空の彼方、私の道を優しく教えて、夢が叶えば夜空見上げ、そっとありがとうとささやくでしょう。はい、ありがとうございました。流れ星なんかも見えた、ね、流れ星も2つ本当、うん、でもあれ言っちゃいけないんだってね。あ、本当、あのどうしてもほら知らせたくなっちゃうじゃん、うん、ね、じゃんだってだからあ、流れ星って言っちゃうじゃない。そしたら近くの人に言っちゃダメよって言われて、でも言っちゃいたい。しかもその間に3回お願い事をするのは無理無理無理結婚結婚結婚またそれおい早く言える言葉を考えておかなくちゃね。あ、結婚ね、確かに早いね。あとお金お金お金、あ、マネ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 早いね、うん、なんかさ今日夢のあるディズニーの歌でしょ。そうそう、酒酒酒、うん、君現実現実的すぎるすぎる、夢がなさすぎる、うんうん、まあでも歌はね夢があって お話は現実でとてもいいかもしれません。ピーターパン大好きなんですよ、ええ、永遠の少年って言われておりますが、どこで自分の中で自分の中でもうね、うん、あの見た目は年をとっても心の中だけは少年でいたいなと思って ね、うん、ね、まあ、ね、うんうん、男の子は ね、 そうだよね、男性はねいつまでも男の子よね、うん、でも女の子もいつまでもあ、まあね、プリンセスだよ ね、 ね、いくつになってもプリンセスには憧れますよ ね、 そ、 よね。それでは、はい、プリンセスをプリンセスをお呼びしましょ う、 しましょうか、はい、武田梨央ちゃんです。はい、どうぞ。武田梨央ちゃんです。じゃあ久美江先生はそっと引っ込みますか。そうですね、あ、お話ししなくていいですか。もう先に、それじゃあお話しましょうか。先に歌おうか。どうしましょう何も決まってない私たち。あ、じゃあお話しましょう、はい、そう、気が楽になるでしょう、うん、ね、喋ってからの方が、うん、そうですね、うん、なんかあの初めて見たディズニーの映画とかは。あ、初めて見た映画なんでしょう、多分母とかに、うん、多分 DVD でなんかいろんなの見せてもらったと思うんですけど、うん、初めてって何だったんだろうな。自分の意思で行ったのとかある？あ、ミュージカルとかだとやっぱライオンキングにも行ったのはすごい新しい思い出あるんですけど、私はね多分映画館でリトルマーメイドを。新しい僕映画館でメリーポピンあ、古いこの扱いゲストでお呼び、だってさっきからいじめてるから仕返しよう。やられたそうか、うん、でもね記憶にあるディズニーはメリーポピンズなんです、うん、メリーポピンズね、うんうん、え、なんで絵の中に入ってきちゃうんだろうとか思って、綺麗だったですね。そして絵の中でね、うん、あのジュリー・アンドリュースとあのバンビとか、うん、リスさんとかがいっぱい出てきて、出てくるんだよね、アニメとね、あのペンギンさんと一緒にタップするじゃないですか。そう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 、いいですよね。そっかそっか。な、プリンセスだったらどのプリンセスを？あ、やっぱり好きなプリンセス、ベルとかベル、アリエルとかが好き。王道ですね。王道ですね。で、久美さんは？私もねベルは好きですけど、最近はねあのラプンツェルとかね、かわいい、とか意外にねムーランとかも好き。ムーラン、うん、強いよ。そう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 、
でも本当はけなげなね、傷つきやすくて、そう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 、髪がこうね何十条とある、うん、何十条単位がすごい和風な感じ何十条そうか、ラプンツェルいい歌あるんだよね、ラプンツェル、そうそうそう、ラプンツェルとても素敵な歌、ね、ディズニーをこの次やるときはね、うん、ラプンツェルもやりたいです、そうですね、僕はね、うん、モンスターズインク、あーだって似てらっしゃる、サリー嬉しくない、青いしね、青いし、ね、青いの好きだしね、そうそう大好きなんですよね、うん、悪役だったら、悪役はね、うん、リトルマーメイドのね、うん、アースラー、アース、私は後ろ指ささいなんかすごいね、吸い付けてやる、そうそうそう、すごい、ああいうねっていうのもやってみたい、やってみたい、うん、なんかヒロインいじめられるから楽しいじゃんもう快感そうそうそう、もうピシピシっていじめちゃう ね、リュウちゃんはリオに悪役、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 うん、でもなんだろう、悪役、何が、あのライオンキングのほら3匹のハイエナ、ハイエナさんとか、ハイエナはもう追いかけられ続けてましたね、いじめられてたんだよね、食ってやる、威嚇してそうか、うん、僕はシンデレラのお母さん、お母さんやっぱヒロインいじめヒロインいじめをなんかねこうチク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 こういじめていく、あ、そうね、なんかダイレクトじゃないのね、ちょっとこうね物を言いつけたり、うん、なんかこう、うん、行かせなくするお城にね、意地悪な感じが ね、うん、たまらなく好きです、クルエラとかも素敵ね、クルエラ ね、 エラね、まあ、あれ悪のゴンゲみたいな感じだもん ね、 ね、毛皮着てね、毛皮着てね、なんかこうやれそう、ね、クルエラデビルね、クルエラデビルあその歌もいい ね、 ね、やってみたいですね、うん、ではそろそろ歌っていただきましょうか、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあちょっと前をごめん、そうこれは白雪姫ですね、そうですね、うん、白雪姫からいつか王子様が、なってください、では小宮さんもどうぞ、かわいい ね、 ねもう王子様は現れたんですか、いやプライベートクエスチョンだぞプライベート王子様はね現れてほしいんですけど、ね、欲しいんですけど、皆様世界中で募集しております、親子ともどもよろしくお願いします、そこにそ親子じゃない、親子ともどもお母さん売り込んでお母さんお母さんもよろしくお父さんはお父さんもだいるからだもうね、王子様いるからいいんですよ、あ、そうですね、はい、はい、そうなんです、そう、なんか白雪姫ってディズニーの一番最初のアニメなんですよね、そうか、そうなの、でね、改めてね、あの、うん、DVD とか借りてみるとね、うん、もう多分50年以上前の作品だと思うんですけど、ものすごいクオリティが高くて、5、60年前にもうこんなことが、うん、こんな素晴らしいアニメが
できてたんだって感動しますから、ぜひ皆さん白雪姫をもう一度改めて 見てみると、はあ、とても素敵です、いいですね、うん、僕ハイホー好きで、ハイホーね、うん、なんかこう単調な作業をするときにハイホーはいほーって言いながら縫い物したりとか、頑張っ縫い物はしないけどケーキ作ったりとかね、うんうんうん、結構樹脂力高かった、樹脂力高い、そう、なんかね好きなんですよ、そういう細々した作業、今日のプログラムなんかもね、そうなんですよ、なんかリズムがいいんでしょうね、はいほー、うん、そうですね、なんかこう頑張れるこう力が湧いてくるというか、たっ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 たはいほーはいほーはいほーみたいな予作は気を切るって感じどうしても和物につながってしまうのねそうなんかねはいはいほーみたいな、うん、そうなんかこうディズニーにまつわる話、憧れが僕はやっぱり小さい頃からあるんだけれども、うん、夏休みになるとディズニー映画に連れてってもらえるという、必ずねあの夏にね、うん、あのみんなね子供たちを楽しませるために切られてましたよね、うん、そうですね、りょうちゃんはなんか最近ディズニーランドに行ったんですよね。そうです ね行きました。もうやっぱり何回行っても本当に夢の国楽しいです ね本当に。シーとランドはどっちが好きなんですか。究極私シーって行ったことない。え本当ですか。行ったことないの。行ったことないの。王子様と行かなきゃ、うん、そうねしつこいわね。シーいいよ。あそうなの、うん、何がいいの。なんだろうね、水が真ん中にあるから、うんうんうん、その水を使ったショーとかが、うん、火山がね、うん、噴火したり、火山好き、火山好き燃えてます、燃えてる、ボルケーノね。そうしかも海だからあのアースラとか出てくるよ、うん、ちょうどこの前ヴィランズっていうショーがあの悪役を揃えたショーが、やってて、ね、すごい新しい感じでした、出てなかったねちょっとバイトに行ってたお化粧濃くして、そうこう釣り上げてなんでやねマレフィセントとかも。マレフィセントって誰だっけ。マレフィセント の眠れる森の美女、そう、あなんか映画になりましたね、実写のね、そう、あれなんかもやれそう。あなんかどうしても悪役に持っていきたい、なんか糸紡ぎのねとんがったのでこう、いいわね。これ悪役ってさ、綺麗な人が多いじゃない。そう、ね、綺麗な人が演じるんだよね、だから言ってくれてるのね、ありがとう、そうさすが声優今ね、NHK で、あ言って NHK はいいのかな、うん、大丈夫、あの Once Upon a Time っていう、ディズニーのキャラクターが出てきてね、いろんな NHK で、BS ですよね、BS テレビでやってるんですよ。みんな見てみて、Once Upon a Time もうパート3になってるけど、毎週土曜日にやってますよ。本当に、います、面白いですよ、はい、そっかそっかそっか。ディズニーシー行ったことないならぜひ、はい、もうね、あのファストパスみたいなのがあるのよ。あ、それで最初にそのチケットを取っとけば何時に行けばスッて入れるの。そう、うん、並ばなくてね、2時間待ちとかあるんだよ ね、 ね、人気のあるのはね。え、何が好きだった。私は、なんだろう、インディン・ジョーンズが好きです落ちていく。インディ・ジョーンズもディズニーの中にあるの。あります、はい、あれなんかね、ディズニーの映画ではないんだけど、入ってるんだよね。入ってましたね。こうね、滝に落ちていく感じ。そう、なんか洞窟のスターンと、ね、落ちていく。あ、そうなの。あれ映画も、だってそう、Sは行ったことないので。行ったことないけど、ランドの方だったらすごい、もうずいぶん行ってないので。プーさんのね、意外にホーンテッドマンションとか好きかもしれないほら、あのなんかこうゴンドラに乗るじゃない、そうするとさ、ここにあの幽霊こうなんかこうスクリーンがあって、こうやってそこに映るのね、自分が。自分の横に、そう、横にお化けが来るのね、でお化けをよしよしってこうすると向こうにそれが映ってて、それがそう楽しくって全然怖がってないだってホーンテッドマンション怖くないよね落ちるやつは怖いよ。タワーオブホラー、タワーオブテラー怖いですね。もうね、なんかこう縮み上がる感じ。途中写真撮られるんですけど、落ちてる間に、もうひどい顔しかしてないです、いつも怖くて
僕なんか何回も行き出すとここで写真が撮られるっていうのが分かるから、うん、もうそこでピースとかしてだからこうできるそんなことそんなすごいことでしょ。すごい滝とかね、インディージョンズもすごいんだけど、ここもう絶対とか引きずりながら笑顔で撮ってますね。楽しそう、行こう、うん、それでは歌いきましょうか、はい、次は、美女と野獣です、ね、美女と野獣を。じゃあそれでは久美江さん、はい、この歌は何か思い入れはあるんですか？思い入れ、そうですね、うん、まあ美女と野獣がね封切られた時もすごいやっぱり新しいすごい映画だったじゃないですか、うんうん、で劇団四季が上演するって決まって、うん、そのこの美女と野獣を歌われた女優さんが、うんうん、あの志村由紀美さんという方でも今お亡くなりになってしまったんですけれども、ね、もうその彼女のなんて言うんでしょう、優しさ、包容力、うん、そう、歌唱力、その表情、うん、もう本当に忘れられない素敵な女優さんでしたよ ね、うん、後を継ぐと言われていた。いやいやいや、そんなもう全然私は足元にも及ばなかったんですが、いつか彼女のようになんかこう、ま、あのグリザベラも彼女がずっとやってらして、うん、そうでしたね、あんな風に歌えるようになりたいなと、ずっとずっと彼女のこう姿を追って目標だったんだ、うん、ましたね、はあ、彼女が生きてたらサンセット大通りを ね四季がやったんだよね。ではビューティー&ビーストから、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、懐かしい感じがしますね。よく僕たちはこの歌やりましたもんね、コンサートでね、はい、そうか、本当美女と野獣だもんねどう答えて拍手さいやいやいや、なんかさ、お客様が目の前でビールを飲んでて、うん、羨ましくってさ、美女と野獣を伴奏しながら目の中に入るのよ、ビールを飲んでるプレミアムモルツだし、しかもとかねそんなメーカーまで
チッとか思いながら終わったらね、終わったらね、それじゃあここでコマーシャル、はい、わかりました、お願いします。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな、あら、どうしたの？一体ね、つけた顔してるね。もうすぐだよ。下も気にせずに、あそこで元気もらえるよ。うーん、いい湯だったな。ワンちゃんもあそこに行くのかい？明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい、会いたい、君のその笑顔に。暖かい、暖かい、僕らの住むこの街。あったかいな、足立。という間でしたね。なんかもう休憩時間に着替えようと思ったのが失敗でして、間に合わないたらあれしない感じで、あ、着替えたんですよ。踊らなくてよろしい。それでは、続けて歌いってみようかなと思いますけれども、リオちゃんまたよろしくお願いします。お願いします、はい、この歌はよく歌うんですか？この歌は本当に大好きで、うん、なんだ、いつもこう大切に歌ってるんですけど、うん、リトルマーメイドよりパートオブヤワールドという曲でアリエルが歌う歌です。じゃよく見て、素敵ね、これでもっと完璧、何でも持ってる私は全て、周り中取り囲むなんてたくさんの宝物、陸にあるもの全部手に入れた、何に使うものかも知らないの名前も。ねえ、これ欲しい。20個もあるの。だけど足りない何か。人間の住む国で見たいな素敵なダンス、そして歩く、なんて言った？足、ひでじゃ遠くへ行けない、足がいるわ、踊ったり散歩したり、どこを歩くんだっけ、道歩いて走って、日の光浴びながら自由に人間の世界へ、何でもあげるわ、ここを出て、暖かい砂の上で眠れたら、陸にはいないわ、あんなわからずやわ、私は子供じゃないのよ、わからないことたくさん、教えてほしいことたくさん、なぜ火は燃えるの、教えて、いつの日か陸の世界の果てまでも行きたい、人間の世界へ。
とうございました。もうぴったりだね。ありがとうございます。あーすごいかわいい、うん、もうなんかこのまま大井町のあの劇場に出てほしい、出てほしいよね。あらどうしたかわいい、ミッキーなんだけれども、しかもなんかとてもキラキラ、もう一度、これね先輩から、うん、山口正義先輩から、うん、あらら、いただいたんですよ。正義さんらしい、夢から覚めた夢っていうイベントで、うんうん、イベント、うん、で来てらっしゃったんだって、配達人やってらっしゃったからね。そう、夢の配達人よね、うん、うなずくたびにこれがピコピコ落ちて、そのうちこの辺になんか落ちてきてね、うん、なんかこう見えなくなってたりして、ね、しょげてるミッキーみたいな、うん、いろんなあの小物をお持ちよね、いろんな、うん、この間バースデーライブの時、小物っつっていいの、あの小物って小さいものって意味じゃなくて、いろんなおしゃれなファンシーグッズという、ファンシーグッズ、耳をつけていただいたんだよね、キャッツの時にね、こうオレンジの耳をね、ああいうものたくさん持ってらっしゃる。そうなんですよ、見つけてきて、あ、似合うなこの二人だったらと思って、二人でキャッツを歌った時にね、そうなりきってたもんね。なんか楽屋で可愛い私たち素敵私たちみたいな、そんなことない、そんなことない、そんななんかすごい自分大好きみたいじゃない。いやいや、でももうあの時はね、もうトークに命をかけてて、もう笑い話ばっかりをねしてた、面白かったですか、ちょっと綾小路君まろ入ってたけど嬉しくない、嬉しくない、いやいや嬉しいですけれどもね、本当にどんどん歌いきますか。あ、そうですかね、はい、それじゃあこのミッキーが落ちないうちに次はもしかしたら、飛び入りで入れたやつでしょうか。ドキドキですね、そうですよね、はい、うん、ちょっと早いかな、もう少し喋ってる、いや、 いや、いいですよ、いいですか、うんうん、それじゃあアラジンよりホールニューワールド、はい、はい、じゃあジャスミン姫ありがとう、うん、僕を信じて。分かったわ。何なんだろう。そう、セリフ分からない。分かんないけど。あなたを信じるわ。分かった。Trust me 、うん。でも体重制限があったりして、王子は乗れないとか言われたりして、君はちょっと無理。あれすごいね。地球を飛び出して宇宙まで行くのね。地球がほら出てくるじゃない。うんうん、見た？見ました見ました。なんか最近また見よくチケットが、うん。うん、取れましたね、最高列で見たんだけれどもね、それでも楽しかった。ああそう、もうほんとキラキラですもんね、あの作品ね、というよりもあの作品はいつまでも、うん、っていうか何回も見たいよね、見たいです、うん、はい、では歌ってみましょうか、はい、大丈夫かな時々ドホールニューワールド、見せてあげよ輝く世界、プリンセス自由の花をほら、目を開いてこの広い世界を魔法の絨毯に身を任せ、大空雲は美しく、誰も僕ら引き止め縛りはしない、大空目がくらむけれど、ときめく胸初めてあなた見せてくれたの、素晴らしい世界、素敵すぎて信じられない、きらめく星はダイヤモンドね、アホルニューワールド、目を開いて初めての世界、
ジャスミン、僕を信じて。信じるわ。恐れになって。ありがとうございます。いやーこれも随分一緒に歌いましたよね。うん、そうですね。ディナーショーとかでね。うん、ディナーショーもね何度か。札幌であの美味しいお魚とかね食べながら、うんうん、お客様がワインとかを飲みながらね、うんうん、僕たちの歌を聞いてくださって ね、 そうね、すごい気になる。あの、ね、確かにこう降りてくるので、ね、降りてくるでしょう、うん、すごい可愛いんだけど、あ、ここにもミッキーがいるのね。あ、そう、このお耳以外にここにミッキーがいるのね。あのなんか水晶、うんうん、ミッキーがね、わかんないかな、見れないよね、わかんないかな、うんうん、アプリしなくていいですよ。ここにいるんですミッキーが、ね、後で皆様にはね、これはあのディズニーランドか何かでやっぱり買ってから、そう、もうね呼んでたの、これが、あ、呼んでたの、買ってって、それで一遍は買わずに通り過ぎたんだけども、でもねどうしても呼んで、買って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 って、うん、で戻った、戻って、うん、それでこれはどこにありますかって聞いて忘れてしまっていて、どこにあったのか、うんうん、あの説明したの、黄色いふわふわで、そうそう、ここにね、うん、ミッキーがいて青くて小さい帽子でって言って、うん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 、そしたら、あ、リトルマーメイドのところにありますよって言ってね、教えてもらって買いに行ったんです、うんうん、あ、これミッキーもよく被ってるますよね、なんか、本当？これ、なんかそういう、うん、絵が なんかパレードの時とかね、ミッキーがミッキーかぶってる。そんな感じ。ね、うーん、なんかそう、星の話をもう少し、星の話ね、うん、なんか星の歌で他に好きな歌とかありますか？あのね、うん、あの前ね、ほら、うん、コンサートの時に、うん、あのディズニーじゃないけど、あの他のねソプラノの、うん、シンガーさんをお呼びして、うん、あの見上げてごらん夜の星をとか三重唱したりとかやった、ね、しましたよね。あのああいうなんかこうやっぱ星に、まあ日本人だけじゃなくてもう本当に世界中の人が星にこうロマンとか夢とか願いをかけるんでしょうね。うん、ね、なんかその織姫彦星もそうだけど、うん、中国でもそうだし、アメリカとかでも、うん、ヨーロッパとかでもあるんだろうね。うんうん、う、今はフランスは大変なことになってるけどね。うんうん、でもなんか僕らは音楽で、うん、なんか元気よね。そうですね。うん、なんかこう願いが叶うといいですよね。うん、なんかそういう星とか、うん、虹とか、うん、そういうもう自分たちでは絶対手につかむことができないけど、うん、こう見せてくれる、そう、奇跡のような瞬間、見せてくれる、そう、その時になんかこうすごい深い感動を覚えて、あ、こういうものを形にはないけれども歌っていけたらいいなって思いますね。虹、ハワイで虹の虹を見たんだよね。そうなんです、ハワイ、うん、ハワイに初めて行った時に、うん、あの私はあの初めて行ったのに、行ったのにってことないですけど、うん、あのホノルルから離れてカウアイ島というところに行ったんですね、うん、で、カウアイ島、ホノルル空港から飛行機、小さな飛行機に乗ってカウアイ島に行くときに、なんと飛行機からの窓から下に虹が、うん、恐竜が見えた。恐竜はね、カウアイ島だもんね。ジュラシックパークだからね。そう、恐竜はね、ちょっといなかったけど、いなかった、うん、あの虹をオーバーザレインボー、オーバーザレインボー超えたんだ、超えたんですよ。それで飛行機の窓から下に虹を見たっていうのはちょっととても感動して、でなんかハワイでは初めてハワイに行った時に、うん、あの虹を見ると、まあ、うん、しょっちゅう出るんですけど、でも、まあ、虹を見ると、うん、あのまた必ず戻ってこれるという伝説みたいな言い伝えがあって、でもそれからもう何度も行けて、確かに行けたし、そしてそれからカワイ島は本当に雨がたくさん降るので、あのちょっとその頃ゴルフとかもやってて、うん、ゴルフした時も目の前にそのグリーンの向こう側に虹が出て、でそのグリーン、あの虹に向かって打ったつもりがこっちの方行っちゃったね。行っちゃったんですけど、でも私の気持ちは虹に向かって打ったんだけど、発声練習の時にそれを使ってるのね、うん、
虹に向かってそう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 、うん、あの生徒さんのレッスンするときに、うん、虹を渡って渡ってそうそうそう向こうに行ってそうそうそう、うん、虹の向こうの人に声を届けて そう、そのまま消えておしまいみたいななんて消えておしまいアースラが出てくるアースラが言ってるんだけど、ねうん、そう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 、そういうね虹には何かなぜかとてもあのたくさんあこの前大分に、うん、あ大分熊本に行った時も、うん、虹がウェルカムアーチを作ってくださって虹にあの尊敬語を使ってくださって神様が祝福してるね。いやでも本当にあの虹にはとてもとても縁がある、はい、なんか丸いんだってあのなんかね虹はね丸いってよく言いますよね、うん、あのアーチあのこう下側は見えないそう半分しか僕たちは見られないんだよね下丸いって球体っていうの球体なんだ、うんすごいあとハワイだとね、うん、ナイトレインボーとか夜に雨が降って、うん、お月様が出ると、うん、そのお月様の光に反射して虹が夜の暗闇に虹が出るんですロマンチックだね、うん、見たいわ、うん、結婚できないというのはないの出たぞ出たぞあ僕はあの海の中も好きでね、うん、スキューバダイビングとかそんな本格的なのではないんだけど、うん、沖縄に行った時に、うん、あのシュノーケルで潜ったんだけど、うんうんうん、シュノーケルで潜ったの、うん、すごい青い海の中にねやっぱりもうすっごい魚が、はい、光が入ってきて、うん、それでもう別世界でね、うん、気持ちいいよ、なんか海の中リトルマーメイドじゃないけれども、うん、別世界、うん、私もある竹富島で、うん、あのシュノーケルした時に、うん、あもう竜宮城だなと思ってすっごいいっぱいいるでしょう、うん、もうここにいたら、うん、そりゃ年取っちゃうなって思った浦島太郎がねそうか陸に上がってきたら、うん、そうもうこんなに素敵な世界にいたら、うん、もう何十年でもいちゃうなっていうぐらい素敵そうだよね、うんうん、これでエラ呼吸ができたら ねもういくらでもいいよとか思っちゃう、ね、本当に綺麗だったうん、ね、それでは、はいうん、もう歌っちゃう歌っちゃいますか、うん、はい、はい僕たちが準備してきた曲は最後の曲になりますけれども、はいピノキオから星に願いをですね、はい、なんかこの映画に関してはピノキオはね、うん、あの何十回も見てるんですがまず、うん、まずあのなんだろうあのブルーフェアリーがブルーフェアリーとても素敵ですよね、うん、あの口調といいこのそうピノキオよって英語で言うのねそれがねあのとても優しくて母のようでもありなんか先生のようでもあり本当に素敵なのねあのキラキラがこう近寄ってくるじゃないそうそうそう最初ねわーって近寄ってきてブルーフェアリーかなんかそんな名前のお酒カクテルとかあったら頼みそうだねそうもうちょっとだからね我慢してねそうもう一頑張りなんだよねそう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 まあ、僕たちはお酒、うん、リュウちゃんも意外と強かったリュウちゃんはねあんな可愛らしくて意外に意外にいける口なんですよ ねだからね王子様もお酒飲める人だといい ね、うん、そうです ね、うん、一緒にこう家でね、うん、宿杯じゃないや晩酌とか ねできると楽しいでしょうね久美江さんはねお料理がお上手なんですよちょっとしたお酒のおつまみなんかをねさささっとこう作ってくださるのリハーサルの時にね松川さんがうちにいらした時に夜わざと狙って伺うんですけどそうすると夕食をねごちそうしてくださるんですよそうなんです、とっても上手ですよそれからあの食材選びがうまいよねそうですね、スーパーが好きなのねスーパーとか八百屋さんが好きで、うん、あの新鮮な野菜とか、まあ、生鮮売り場がとても好きで、うん、あの見てるとすごい幸せな気持ちになって、うん、たくさん買ってくるじゃない買いためてしまう買っちゃうのねやっぱり あれもこれもみたいにで冷蔵庫の野菜室がいっぱいになってるとすごい嬉しいの、うん、幸せ嬉しいのどれを使おうかしら今日は何を作ろうかなってクックパッド見たりとかいろいろなるほどね、うん、すごい好きなの僕もね最近ミキサーを買って、グリーンスムージーとかを作ってるんですよヘルシーで、うんうん、
今日は小松菜と、うん、それからバナナ、うんうん、リンゴとバナナ、うん、そう、それでレモンを数滴絞って、美味しかった、すごくいいですね、うん、健康志向でね、うん、それでは、はい、歌いきましょうか、はい、じゃあ星に願いを、はい、輝く星に心の夢を祈ればいつか叶うでしょう。星は不思議な力、あなたの夢を満たすでしょう。残念来月もね、来月はクリスマス、いよいよなんかリクエストがあったらね、そうですね、送っていただければ、はい、ぜひまた3人で、はい、できるかな、リオちゃんもすごいいいというね、はい、大工があるとか、ね、うん、音大生はね、あの大工とかメサイアとかの時期なので、ね、この後相談してそうです、お招きしましょう。もう一度、武田リオさんです。もちろんもちろん、はい、リオちゃん、おい、出てきてください。もっとね、リオちゃんにももっともっとね、今後はたくさん、ね、うん、そう、うん、歌ったり喋ったりしていただきましょう ね、 ね、大体僕らがボケたりしてるので、ね、うん、そのうちリオちゃんにもなんでよねんとか突っ込んでね、うん、トーク力上げたいです。いや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 、もう僕らは太刀打ちできないぐらいだったので、そう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 、あの頃はね、おとなしかったのにね、うん、ってお客さんが大学生の頃のリオちゃんはあんなに可愛かったのにどんな風にあるいや、育てずっと可愛いと思う、ずっと可愛い、ね、うん、アリエルのままいてほしいよね、うんうんうん、そう、はい、なんかアスラに行かないでって感じ。アスラはそのうち私が私がやるからディズニーパート2をぜひね、パート2ね、ディズニーは本当にもう数え切れないぐらい、はい、
もう本当に歌の宝石箱やみたいなそうね、 ね、とかあのディズニーあんまりね女性のデュエットがなくて探したんですけどね、今回もとてもとてもないよね、意外とないのね、うん、そうですね、やりたかったんだけどね、もっと探しましょう、探しましょう、はい、うんうん、もっともっとあるよね探せばね、うんうん、本当はねリオちゃんとあれやりたかったんだよね、あの扉を開けてっていう、あの、うん、アナ雪のね、あの悪い騙す、ね、そうですね、偽王子、偽王子、王子もうあの役をね一緒にやるはずだったんですけどね、はい、またやりましょう、はい、ぜひ第2弾をやらせて、うん、来月はクリスマス、クリスマス、リクエストをじゃ あ、 あのどこに送ればいいんですか、ここここの字幕にあのファックスなり ね、 ね、はい、うん、あの本当に出てるの、いやいやわかんないですけど、あ出てる、うん、3人でこ の、 、うん、この辺の歌歌ってくださいとか、ね、そうですね、うん、素敵な歌を、うん、そう、うん、ミュージカルってあんまりクリスマスの歌はなかったかな、ホワイトクリスマスぐらい、うん、ね、あれは映画にもなってましたし、ね、そうですね、うん、何か歌いたい歌とかありますか、歌いたい歌、クリスマスで、うんうん、クリスマスの歌で、ちょっと緊張するけどアメイジンググレイスとか、クリスマスの初代だけど歌ってみたい、あと2人で、うん、アメマリア、アメマリアとか、アメマリアの二重唱とかもいいかもしれない。いいね。いっぱいあるもんね、アメマリアは素敵な歌が。僕もオーホーリーナイトとか歌ってみたいかな。いいね、うん。なんかリクエストございましたらね、日本の歌でも大丈夫だよね。うん、はい、雨は夜更け過ぎに。あー、なるほどね。クリスマス。それはもうだって松川さんやっぱ男性が歌ってくれないと。そうか。うん、きっと君は来ない一人きりそれ私に向けてなんかメッセージを言ってるいや、久米さん歌ってくれるといいな、あ本当に、いやいや、じゃあ練習、練習しとく、はい、あそれじゃあ山下達子かな、山下達子です、はい、まあ、あの定番のやつはね、うん、3人でコーラスとかできたらいいです ね、 ね、うん、あ本当あの大工に出ちゃったら仕方ないですね、そうですね、ゲットフンケトクテラウセリゼウム、でもきっと、ね、はい、大工やる3人で大工私はねメサイアをよくやる、ハレルヤ、モーツァルト、あこれモーツァルトだ、うん、メサイアはなんだっけ、ハレルヤ、レルヤ、キーが違いましたね、ハレルヤ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 、いいですね、もうあこんなのもやりたいね、やりたいね、いろいろクラシック、うん、クラシックやりたいですね、うんうん、来年もできたらね、うん、一緒に3人でね、ぜひぜひ日本の歌とかあの歌曲とかね、クラシックも ね、 ねとミュージカルので使われているクラシックとか ね、 そ う、 とかね、そういうものいっぱいやりたいですね、うん、なんかこう夢は広がる一方で、はい、年の初めは日本の歌かなんか、そうですね、叙情歌曲とか、はい、ね、童謡とか、うん、ね、そんなのやってみたいと思います、いいですね、はい、それでは皆さん本当に今日もありがとうございました、時間が来てしまいました、それではまた来月お待ちしております、ありがとうございました、ありがとうございました。まだ30秒これからね、うん、あのリオのような将来性のある若い人をたくさん呼んでいけたらいいなって思ってるので、そうだ、うん、若いイケメンのテノールを募集してるんですよね、若いイケメンのテノール募集中です、ソプラノアルトベースはいるのでテノールを、はい、はい、お待ちしております、ここに See you. テノール来いではありがとうございました。